華僑一世から伝えてくれた教えや中華街の伝統を胸に獅子舞に携わってきた先輩の貴重な経験を織り込み教わった獅子舞を披露いたします。2009年12月中国広東省で行われた文化中国全球家人中華祭、中華祭典大会獅子部門で銅メダルを獲得いたしました中国獅子舞をご覧いただきましょう。それでは、大きな拍手でお迎えください。皆さんよろしくお願いいたします。
Thank you.
校友会国術団の皆さんの獅子舞をご覧いただきました。もう一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さて、春節娯楽表演、午前の部をご覧いただきました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。獅子に頭を噛まれると無病息災ということで、今年一年きっとですね、噛まれた方は